猛毒ガスの実態を究明するため大武山火口にたどり着いた家督隊一行は火口をねぐらとした毒ガス怪獣を発見した。ケムラーの毒ガスから大主を守るためにはここで食い止めなければならないのだ。地球上で活動する力を失ってしまうのである。